ちなみになんだけど、ちょ白状するわ。一旦白状するよ。ちょ一回話聞いてくれる僕の。ちょ一回話聞いてほしい今。もうあのアーカイブでカットとかしないから、一回あの冷静になって僕の話聞いてほしい。一個だけちょっと話聞いて。落ち着いて話聞いてほしい今。今の一瞬アダルトサイトの名前が映ったけど、一個だけ身の潔白を証明させてほしい。あの僕 2PC の方では見てないから。そういうの。これ多分チャットで、会話があっただけで、こっちでは見てないから。それだけちょっと分かってほしい。これだけ僕信じてほしいわ。もうアーカイブを消すなんて、せこい真似はしない。みんな知ってる、男の子ならみんな知ってるサイト名出てきた、今一瞬。でもこの、2PC の方では絶対そういうの見てないから。ゲーム PC の方は。それだけちょっと弁明させてほしい。そう。まあ、やっぱ僕もね、譲れないものがある僕にだってやっぱり。別にね、アダルトサイトを見てることをどうこうは思わないんだけど僕が。ただ、この、神聖なね、ご神聖な 2PC のゲーム用のパソコンで僕はね、そういうことを見るようなものは一切してない。これだけは信じてほしい。うん。みんな知ってるサイト出た。多分今一瞬。有名なサイトが出た今。もうエロから始まるサイト名でわかるやつわかるけど、まああえては言わない。私はこの仕事道具でね、そういうのを見てないことだけ、信用してほしい。信じてくれる？ちなみに、正直に答えて。一瞬映ったの気づいた人いた？何人ぐらいいた今。実際、あってなった人いる？今。どんぐらい気づいたかだけ教えて。僕はもしこの選択を取らなかったら、僕は何人とその秘密を共有し続けてたのかだけ気になるわ。わかんなかった。ああ、わかんなかった。じゃあ、アーカイブカットしていい？一旦非公開じゃあ話違うかもな。いや僕も迷って今一瞬これ隠し通そうかって。けど僕は正直に話そうと思ったみんなに。ちなみに僕はファンザ派です。うん、僕はねファンザにね DMM ポイントDMM ポイントのやつで5万ぐらい残ってるまだ。僕ね DL サイト派じゃないんだよね。どっちかというとファンザ派なんだよ。これだけ分かってほしいな。僕はこのパソコンでそういうの見ることは一切しない。よし、じゃあもうみんなも信じてくれて、じゃあアーカイブカットということでね。よし戻ろう。ちょっといい？もう一回だけ映んないか確認していい？ああ、よかったよかった。一応ここでさ、一応今ここでもう一回打つことによってちゃんと出ないようになったかをチェックしようかと思ったけど、よしよかったよかった。ふう、汗。僕の純情なイメージが壊れなくてよかった。痩せたマジで。 DVR ついてないよねこの配信。あ、よし、ついてない。巻き戻せないぞ。バカめお前たち削除してやるからな。ちゃんとアーカイブカットしてやるからな。ざまあ見ろ。映った部分だけカットしてやるからな。私の勝ちだ。